なりたいチャンネルです。新しく様々な自然音も始めました。そちらもよろしくお願いします。悪役令嬢レベル99。私は裏ボスですが魔王ではありません。第6章、6、11左、魔王の真実、朗読を始めます。悪役令嬢レベル99。私は裏ボスですが魔王ではありません。第6章、6、11左、魔王の真実。魔王と勇者と私。勇者は魔王を封印し、私は魔王を殺した。被害者になってばかりな魔王を中心として因縁の3人が薄明の国で出会ったのだ。今のお二人の事情はわかりませんが、私はあなたの味方をします。勇者伝説の裏を知っている私としては魔王の味方をしたい。現世で交渉が決裂したのは、彼がバルシャイン王国を滅ぼそうとしていたからだ。もう実現不可能な野望なのだから今は気にしなくていい。いいのかな？魔王も勇者と同じで生き返ろうとしてるかも。魔王の隣に並び立ちながら、私は横目で彼に問いかける。あなたの今の目的は何ですか？あいつの生き返るなどというザレ言を阻止すること。自身に蘇生の意志派。苦行しかない世界に戻りたいなどとは思わん。お、世情が荒れてる時に流行るタイプの宗教みたいな考え方してるぞ。でも大丈夫かな？薄明の国は天国や極楽浄土とは言い難い。魔王の心中はさておき生き返る意志がないことには安心した。気兼ねなく魔王の味方ができる。黒い鎧の彼は私を怪訝そうに見た。我が輩の側に立つつもりか？勇者と一緒に生き返るつもりでしたけれど、あんな人は信用できませんから。王様然とした風顔に騙されていたが、勇者はバルシャインの初代国王だったのだ。簡単に忠心を裏切るような人は信用できない。行動を共にして現世の道を探すのも、彼を生き返らせてしまうのも到底許せなかった。仲間ができても、魔王は私顔負けの無表情さを崩さずに敵を注視していた。そうだな、確かに王のような見た目のあれは信用できん。ちなみに何とお呼びすれば？お名前の方が。魔王でよい。あいつが勇者を名乗っているのだ。答えてやろうではないか。死の間際、私は魔王の名前を聞いている。せっかくだし呼ぼうかと思ったが止められてしまった。別に勇者に対抗しなくていいんだけどね。なんなら勇者も名前で呼ぶけど、一応は王国貴族なので初代国王の名前くらい知っている。あーでも長いんだよな。じゃあ勇者と魔王でいっか。魔王は私の死因や左半分については一切触れず、無然とした態度で勇者を見据えている。そして視線はそのまま黒い手帳を取り出してさらさらと何かを書き込んだ。手元を見なくてちゃんと書けているのかな。あとは内容が気になりすぎて、そっと魔王ににじり寄り手帳を盗み見ようとする。しかし直前で手帳は閉じられてしまった。書き物が終わっただけみたいで気づかれた様子はない。そして魔王は鼻を動かす。この香り、派香り、あ、もしかして香水ですか？良いものを使っているな。少ししかつけていないので魔王に気がつかれたのに驚いた。魔王は花とか香水とか興味ないユミエラタイプの人間に見えるので意外だ。私は猫耳おじさん改め4ラム氏にもらった香水を取り出し魔王に渡してみる。ほう、これか。少し試しても？どうぞどうぞ。魔王は自らの黒い手帳に香水を吹きつけ香りを楽しむ。良いなとつぶやく彼は手帳を広げたままで目をつぶった。今のうちに中の文章覗いちゃおう。やっぱあいつちょムカつく。久しぶりに会った子は半分子になっててびっくり。見なかったことにしよう。香水瓶を返してもらいながら自分の記憶処理を急ぐ。今の状況に集中しなきゃ。魔王が味方にいるとはいえ相手は勇者。左半身だけでは苦戦するかもしれない。寝返る格好になった私を見て勇者は困ったなと笑いながら言う。どうしてだい？君は生き返りたかったはずだろう。お二人の事情を知っているからです。
裏切って何百年も封印して自覚はありますよね。成人みたいに振る舞う彼の本性を私は知っている。指を突きつけると彼は演技がかった悲しい表情をした。現世で彼と面識があったのなら知っているか。責任は僕にある、認めよう。しかし本意では、言い訳しようとする勇者の言葉を魔王の土星が遮った。黙れ、お前の言い訳は聞きたくない。何度も言っただろう、君は一時的に都から離れた方が良かったんだ。戦乱時に出来上がった君への畏怖も時間が解決してくれる。それっぽい理由を勇者は述べるが、そんなのいくらでも後付けできる。言い逃れできないであろう。魔王を封印した理由を尋ねる。封印したのはなぜですか？彼を起点に魔物が溢れ出した以上、国王として対処に当たらないわけにはいかない。あれ、確かに行き違いの勘違いで魔王が勝手に魔王化して仕方なく封印されちゃった。確証はないが筋は通っているような。あ、でもあれがあった。王妃様、聖女と呼ばれたあの人です。わかりますよね。私が再度指を突きつけると勇者はキョトンとした顔で答えた。彼女がどうかしたのかい？白々しい。略奪愛をするなら恨まれる覚悟もするべきです。僕が誰を誰から略奪したというんだ？彼からです。彼と王妃の恋仲を引き裂いたって知ってるんですからね。これは言い逃れできまい。魔王も怒りのオーラを発している。どう言い逃れするつもりだと勇者を睨んでいると、彼は首をひねりながら言った。いや、二人は交際すらしていないはずだが。え、いやいや、騙されちゃダメだ。魔王と聖女は交際していて、それを後から勇者が奪った。ちゃんと魔王から聞いている。勇者のちゃぶ台返しに一番激怒したのは魔王だった。とぼけるな。我が輩たちは恋仲だった。君が彼女を好いているのは知っていたが、ずっと気持ち悪がられていたじゃないか。魔王は絶句する。なんてひどいことを言うんだ。こうやってないことを吹聴して周囲の人間関係をめちゃくちゃにするつもりだな。許せない。憤った私は反論しようとするが、魔王に制された。今さら問い詰めても仕方ない。ああ、この黒い髪と瞳さえなければ。魔王さん、どうしてこの世界は黒い髪の人間に対して辛辣なんだ。やはり勇者も黒髪差別に染まりきっているんだ。唯一の理解者だった聖女の気持ちを勝手に代弁して魔王から遠ざけたに決まっている。魔王かわいそう。絶対に最後まで味方するぞ。黒髪連合を眺める勇者は違う違うと首を振る。いや、黒い髪とか関係なく行動が気持ち悪がられていた。ええ、行動、例えばそうだな。勇者は昔の出来事を語る。ある朝目覚めた聖女、カーテンを開けて朝日を浴びていると、窓から手が届きそうな木の枝に髪が結ばれていることに気がつく。なんだろうと確かめてみれば、差出人不明の恋文であった。受けるにしろ断るにしろ返事ができずに困ってしまう。翌朝また木の枝に手紙が一通、そして次の日も枝に手紙がくくられていた。素敵な話じゃん。ネタバレかもしれないけど、私は魔王に確認する。その手紙を書いたのは、ああ、我が輩だ。懐かしいな。やっぱりロマンチックだな。勇者の昔話は続く。ロマンチックな手紙の渡し方ではあるが、3日連続ともなると怖くなってくる。しばらく彼女は部屋のカーテンを閉めたままにしていた。おや、雲行きが怪しくなってきたような。しばらくして手紙の件をすっかり忘れた彼女は癖でカーテンを全開にした。そこには髪がびっしりと隙間なく結ばれた木の枝が。ひ、思わず悲鳴が出てしまった。ほっこり恋バナかと思ったら本当にあった怖い話じゃん。神社のおみくじ結ぶところみたいになっている光景を想像するとだいぶ気持ち悪い。嘘だよね。魔王さんはそんなキモいことしてないよね。手紙が放置されているにもかかわらず、毎朝毎朝
木登りして新鮮なラブレター配達してないよね。彼はすかさず反論する。それのどこが気持ち悪い。やったのは事実なんだ。でも待て、私はキモいと思ったけど、聖女本人がどう感じたかはわからないぞ。私の一縷の望みは次の勇者の言葉で完全に打ち砕かれた。怖がった彼女は泣きながら僕の部屋に来たよ。あ、怖いことがあった時は魔王のところじゃなくて勇者のところに行くんだ。魔王かわいそう。完全に黙っちゃった彼に代わり私が反論する。そんなちょっとした行き違いみたいなエピソード一つじゃ納得できません。他にもあるよ。待って待って、もう聞きたくない。聞きたくないけど頑張ろう。魔王が何をしていようと私だけは味方でいてあげよう。一日に何度も彼が偶然を装って彼女にぶつかりそうになったり。う、彼女が自室に戻ったら部屋の中が赤いバラで埋め尽くされていたり。キモ、思わず言っちゃった。まずいと魔王を見ると彼はえと驚いて私の顔を見つめていた。彼の味方がいなくなってしまう。頑張ってフォローしないと。赤いバラ嬉しいですよ。好きな人からそんなプレゼントされたら嬉しいに決まってます。そうであろうな。ではなぜ気持ち悪いと。そう、それはあまり親しくない人から突然されるのを想像したからで。あ、あまり親しくない人から突然。だから魔王は気持ち悪がられたんだろうな。魔王はそこまで気づいてないようなので取り繕うべく頭を回転させるが、その前に勇者が口を開いた。そうなんだ。大して親しくもないのに突然手の込んだプレゼントをするから重くて気持ち悪いと思われるんだ。魔王の無表情は崩れなかったが、若干目が潤んでいるのは気のせいじゃないはずだ。そうか、魔王は恋の邪魔をされていなければ不当な理由で封印されたわけでもないのか。私はそっとそっと勇者の方に移動してゆっくりと回れ右下。魔王に信じられないと目を向けられる。貴様も裏切るのか。貴様も、私がしたのはまがうことなき裏切りだけど、それ以外は要検討だよね。ごめんなさい。こっち側につけば生き返れそうなので。まだ魔王に味方したい気持ちはあるけれど、最優先は生き返ることだし。そんな王みたいで薄気味悪いやつの言うことを聞くな。僕のことをそう思っていたの？ショックだな。そもそも誰だ貴様は。誰だ貴様はって恥ずかしい過去を暴露されたからってその反論は無理筋だろう。突拍子もない言いがかりをつけられた勇者はしかし当然とばかりにうなずく。そうだね。見た目も喋り方も全く違うではないか。でもこっちの方が王様らしいだろう。次回は悪役令嬢レベル99第6章6、12右、悪しき国王、高評価、チャンネル登録、お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。